很多工人在那些工厂还是差不多是这样子。でこの女優さんのウカシとクン・チェントン、この2人は台湾で非常に今人気のあるプロの役者でございますけれども、特にこの女優さんのウカシは台湾では舞台女優でございます。まあ、私の前の作品貧乏人ドリアンの役、密入国者とこのアイスポイズにも出演してもらって一緒に仕事したことがあります。でそれ以外の役者っていうと実は役者ではありませんので、全て私の親戚友達でございます。で私自身の2番目の兄も実はこの映画に出演しておりまして、工場 のフォアマンをやっておりました。で一番上の姉もこの映画に出演しております。まあ、そういう意味ではこういった人たち この演技というかそのディーテルの部分に関しては、例えばその麺の食べ方とか、あるいはその氷入りの水の飲み方だとか、いずれも本当に彼ら自身体験したことでございまして、冒頭お話ししたように、私の兄と姉たちがまさに密入国して出稼ぎしたことがあって、まあ、彼らが実際経験したことですね。で今も実はこういった工場では労働者の皆さんがこの麺を食べたり、氷水を飲んでいる毎日を過ごしております。ありがとうございます。もう一つぐらい、お質問、真ん中の方で手が上がりましたのでマイクをお願いします。はい、感想と質問を、まあ、率直に言ってですね、結末にショックを受けました。で実話に基づいているということに説明していただいたんですけれども、監督がその作品を作るときに結末に関して葛藤とかその迷いとかって言ったものはなかったんでしょうか。比较没有，是因为这是一个发生就是真实的事件嘛。一对情侣他们去泰国打工，三年存了钱回村里面结婚。結婚後幾天大概で發生了一個命案。で、まあ、葛藤はなかったと思います。というのはこれはリアルのこの事実に基づいて描かれている物語なんです。まあ、つまりこの恋人同士が2人タイに出稼ぎに行きまして、それでまあ少しお金稼いでから3年後ふるさとに帰っての結婚式を挙げて、実はその殺人事件は結婚式を挙げて3日後の出来事でした。でまあ、実はこの脚本を創作するにあたって、私もいろんなこの彼らの家族をインタビューをしまして、そしてタイに実際行って彼らが働いていた工場 その、まあ、労働者たち100人以上のいろいろインタビューをさせていただきました。で、まあ、理由はですね、やはりこの彼女は実はタイに出稼ぎに行って、まあ、バンコクあたりなんですけれども、まあ、いずれ台湾へ行きたいと、それで、まあ、要は偽結婚をして、まあ、偽の結婚をして台湾へ行きたいと。ところがその、男性の方はですね、そうじゃなくて彼女とやはり一緒にミャンマーに帰って暮らしたいと。それで無理やり彼女を、まあ、ミャンマーに連れ返して、で結婚を成したわけなんです。で、まあ、映画の中でも若干描いたんですけれども、実際のこの事件のこの男性は麻薬もやっておりました。まあ、人によってはこれはひょっとしたら麻薬をまあ吸って、それでちょっと気が狂って間違った感情を感じたのではないでしょうかと。で、まあ、違う意見もありますけれども、やはりこの2人は最初から価値観が違いますので、つまり彼女は偽の結婚をしてまでも台湾へ行きたいんですけれども、男性の彼はそうじゃなくて一緒にふるさとへ帰っての平凡な生活を暮らしたいと。そこからもある意味ではその悲劇が起こったわけです。よろしいでしょうか。よろしいですか。はい、ありがとうございます。ね、ちょっとこのビジュアルもなんかすごく素敵なんですけれども、そのことについて少しと、あと昨日おととい、フランスのアミアンという映画祭で作品賞を取られたばっかりと、ちょうど今裏で伺ったところなんですけれども、これ香港とか台湾とかミャンマーでの公開の予定のこともちょっとご紹介いただけたらと思うんですが。这个电影在香港会12月1号然后台湾12月9号接下来在缅甸、新加坡、马来西亚还有法国、英国应该都是明年会上映。对，
でまず公開の時期なんですけれども、香港が一番早く12月1日から、台湾は12月9日から、そしてミャンマー、シンガポール、マレーシア、フランス、そしてイギリスは来年1月以降でございます。这个海报是那个好莱坞的一个设计师，叫他 Kiko， 他是日本，就是很小移民到好莱坞去住的一个设计师，他设计很多海报，蛮有名的，大家可以搜寻他叫 Kiko 什么，我忘记了，反正打 Kiko Poster Designer 应该就会知道他，他是好莱坞蛮知名的设计师的。このポスターなんですけれども、実はハリウッド在住の、日系の移民 の、 デザイナーアキコさんという人の作品でございます。まあ、小さい時に日本からアメリカに移住して、まあ、ハリウッドに住んでおりますけれども、非常に素晴らしいこの映画のポスターをたくさん手がけました。で、皆さん興味があればぜひこうネットでですね、彼女を調べてみてください。なんというアキコっていうか名前は忘れたんですけれども、とまあ、アキコポスター有名デザイナーというワードを入れれば必ずヒットする。因为其实アキコ以我们这种独立制片其实是我们请不起他，他很贵的，他的一个报纸和一个海报，但是因为他看了这部电影他很喜欢，因为他自己也是这一种有一点是移民嘛，对，那这个电影又是讲一个女生的故事，所以他是非常的很像友情来帮忙我设计的。でまあ、アキコさんは実は非常にギャラが高いんですけれども、我々みたいにこの、まあ、ある意味でインディーズ系みたいな制作会社にとってはとてもとても彼女に払えないと思うんですけれども、で実は彼女はこの作品を見てとても、好きだというふうに言ってくれました。というのは彼女自身も移民ですし、それで女性ですし、でこの映画もちょうど移民と女性だということで、もう本当に今回はアキコさんのハートということで、ね、素敵なメインビジュアルもありますし、もう香港、台湾、シンガポール、イギリス、もうフランスもみんな公開が決まっているということで、今日ね、ちょっと業界の方が、ね、結構いらっしゃってるので、多分もう すぐにお考えになっていらっしゃると思いますけれども、日本での公開についてぜひ積極的に考えていただきたいと思います。公式カタログにもコンタクトアドレス書いてありますし、ぜひ日本で本当にね、スターも出てて、こんな素晴らしい映画がなんとか公開できるように皆様もぜひ応援していただきたいと思います。速やかに、ごゆっくりご退会いただけますようお願いいたします。ありがとうございました。 Tokyo Borderless TV